皆さんこんにちは、菊地亜美です。今日はですね、私の夏の購入品を紹介したいと思います。それではまず化粧品からいきたいと思います。こちらです。スックのセンティッドハイドレーティングミスト。これはこういうプッシュ型の化粧水なんですけど、去年の夏ぐらいに限定販売されたものなんですね。でその時は私買えなかったんですけど、今年の夏にまた限定で復活したものになります。ジンジャー&シトラスの香りですごく爽やかで、シトラスの香りがねふわっとこう広がるんですよ。でメイクの上からもできるっていう、ちょっと今やってみます。かけたらメイクの密着度を高めてくれるっていう化粧水でもあって、まあもちろん洗顔後にシュシュシュってやるのもいいんですけど、大きさも手のひらサイズぐらいなので持ち運びにも便利だし、 60mm で細いのでこの夏いっぱい使おうと思ってます。これは5000円ぐらいでした。続いてアルビオンのホワイトパウダレストです。これはパウダーファンデーションになるんですけど、このアルビオンのパウダーファンデーションがいいっていうのを聞いてたんですね。春夏用でこの白が出たので白の方を買ってみました。結構夏とかってメイク崩れやすかったり汗かいちゃったりするじゃないですか。で今までは全然メイク直しをしてなかったんですね。遊びに行ったりご飯食べに行ったりしても、中盤ぐらいでほとんどすっぴんですかみたいな感じの顔になっちゃってたんですよ。これはまあコンパクトで持ちやすいし、開けたらこんな感じになってるんですけど、パフがついてて、この辺にちょっとやってみます。すごく密着度が高いし、粉っぽさもなく、かつ肌をすっごい綺麗に見せてくれるので、すごいこれ買ってよかったなって思います。これはメイク直し用に使っています。続いてはこちらです。プリマビスタの皮脂崩れ防止化粧下地です。今まで化粧下地ってツヤ肌が命だったので、ツヤツヤになるものを選んでたんですね。それプラスリキッドファンデーションをやってたんですけど、結構夏ってツヤばっかりを意識してしまうと光と勘違いされちゃったり、なんか小鼻とかおでことかも油っぽくなったりして、混合肌じゃないかなって思ってきたので、皮脂崩れ防止の中でもすごく口コミが良かったので買ってみたんですけど、そういう皮脂が気になるところにだけ使いたいなと思って買いました。今のところすごくこれ使いやすいです。良かったです。はい、続いてこちらスックのオイルリッチグロールースパウダーです。これもパウダーなんですけど、こういう感じで、これは筆で最後の仕上げでサッサッサッサって私は塗ってるんですけど、でもともと欲しかったのは違うものだったんですけど、私の友達が田中みな実さんをすごいリスペクトしてて、みな実さんが紹介してたか愛用してるって言ってたのかわかんないんですけど、スックのパウダーだったらそれじゃなくて、田中みな実さんが言ってるこのオイルリッチグロールースパウダーの方がいいよって言われたんで、こっちを買ってみました。冬とかの方が効果はあるみたい。やっぱ冬って乾燥もするし、パウダーつけたいって時にこのオイル入りのパウダーだと潤いも与えられるし、顔も抑えてくれるっていうものなので、今もやってるんですけど、すごいいい感じですね。乾燥肌の方にもおすすめです。続いてはこちらです。ハリフトローラーです。これは何百個っていう針がついてるんですけど、このまま使ってみたらチク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 ってするんですよ。程よい刺激、これやることによってサロンでね、美容の針とかを刺してもらうと思うんですけど、それをホームケアとしてできるっていうもので、その針の先生が開発したものみたいなんですけど、友達がプレゼントしてくれました。輪郭に沿ってやったりとか、首の筋とか毎朝毎晩やるとちょっとむくみが軽減されたりとか、リフトアップにもなるみたいなので、これはすごい最近使ってます。あとは美顔器。私ね、ずーっと美顔器が欲しくて本当に迷ってたんですよ。こちらなんですけど、 V ロールっていう EMS 付きの美顔器なんですけど、こうやって押したら、まあ、5段階ぐらいに分かれてて、顔に専用のジェルをつけてからゆっくりゆっくりゆっくり流していくと EMS の電気が流れてピクッピクッって筋肉が動くんですね。顔の表情筋って結構鍛えるの難しいからたるみにつながっちゃったりするんですけど、これは EMS でこう引き上げてくれるっていうものになります。電気流すっていうのが妊娠中はお控えくださいっていう注意書きがよく書いてあるんですけど、すっごい調べたんですけど、電気を流すこと自体は胎児に影響があるとか全くないみたいなんですね。まあもちろんお腹の近くにやったりしたらそれは問題かと思うんですけど、顔でやったりしたら問題ないみたいで、美顔器によっては妊娠中も OK っていうものとかもあるんですけど、今はさっき紹介したこのリフトローラーをこう重点的にやって、まあ出産後これを毎日毎日やっていきたいなと思ってます。続いてはこちらです。ヌンヌンのまつげ美容液です。これはセラムなんですけど、ヌヌっていう韓国の表記しかないものなんですね。で、これは私が通ってるまつげサロンで買ったんですけど、こういう風にこっちがコームになってて、で、こっちはこういう感じで筆になってるんですね。で、中身は一緒なんですけど、こういう風に。まつげ塗るとまつげにコシが出たりとか保湿にもなっていいって聞いたので、これを買いました。続いてこちらです。じゃーん、トリーバーチのサンダルです。これは今ね、妊娠中っていうこともあってフィールが履けないんですね。で、洋服は結構今お腹が出てきてるのでプチプラのものばっかり買ってるんですよ。妊娠期間が終わってもずっと使える何かちょっといいもの買いたいなって思って、このトリーバーチの靴を買いました。これ新作なんですけど、ビジューは派手だけど他は茶色とベージュなので、すっごい使いやすい。何でもいけちゃう。これ本当に買ってよかったなと思います。で、もう一つこちらです。グッチのバッグなんですけど、イエロー、ピンク、ブルーっていうのが新作で出て、でこの形とかこのデザインはもともとあるものなんですけど、すっごく一目惚れして、おうち期間も長かったし、なんかテンションの上がるもの欲しいって思ってこちらを購入しました。ちなみにこれ私シルバーも同じ形で持ってるんですけど、ちっちゃく見えていろんなもの入るし、これはすごく使いやすいのでいっぱい使いたいと思います。はい、ということで購入品紹介だったんですけれども、今日紹介したのは結構良かった自分の中で愛用品でした。はい、ということでこの動画が良かったなと思ってくれた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。